つもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今回紹介するのは、このちょっと欠体なマシーンですよ。これ、何かっていうと、これ、車の重量を測るための装置なんですね。これインターコンプっていうレース関係のセッティングツールを扱ってるアメリカのブランドなんです。左右にどれだけずれてるとか、前に何パーセント、後ろに何パーセントみたいな、そういったものを測れるものになってるんですね。いやー、これを使ってですね、ぜひともこのスカイラインの、重量をちょっと測ってみたいと思います。いやー、たまたまね、こういういい工具がですね、お隣さんからちょっと借りることできたんで、ミッチェルレースエクストリームって言って、もうレースカーをこう一から作るような面白いショップなんですよ。今日は V36 スカイラインの重量を明らかにしたいと思います。やってみましょう。楽しみです。一応まず最初に説明しておきますと、この後ろの V36 スカイラインはリアシートを外してあります。で、左右のシートが純正だと約43キロあるシートを10キロ弱のシートに変えてあります。油圧サイドブレーキをつけるにあたって、 ABS ユニットだとか、あとエアバッグ関係のユニットも取り外してあるので、ちょっとその辺は純正よりも軽くなってるんじゃないかなと思います。あとはフロントバンパーの中のリインホースメントですね。ここに本来あるアルミニウムのぶっといリインホースメントも外してあります。後ろもこの下ですね、バンパーの下のリンホースメントは外して、完全カッパギではないんですけど、一応マットとかそういったものは取り外して、あ、そっか、とマフラーが変わってるんで、中間太鼓だとかそういった重たいものが全部ステンレスに交換されてるっていうところはありますね。前回りに関しては内装も全部ついてますし、オーディオもそのまんまです。なんであまり街乗りで走ってる仕様と大きくは変わらないんじゃないかなと思います。で、このですね、インターコンプ、ウェイトゲージ、これですね、ワイヤレスなんで LR とか、この下の部分に左前とか書いてあるんで、これに合わせてコーナーウェイトゲージを置いていきます。下に入れると、レフトフロント、さあ、それではですね、電源を入れてみます。これでまあロードレースをちょっと選んで、まあ、キャリブレーションするんで、この状態でゼロに戻しますね。ポチッと、この状態で0点に調整します。今ですね、セッティングの方が終わって、これから、測るんですけども、タイプ SP V36 スカイラインのタイプ SP のノーマルの車両重量ですね、人なしでオイルとか水とかガソリンとか全部入った状態で1640キロなんですよ。左右ともね、シートが変わってるんで、マイナス60キロプラス、まあ、リアシートとか外してあるんで、まあ、マイナス70キロぐらいいったらいいなって思ってるんですけど、いや、どうですかね、正直めっちゃ楽しみなんですよ。じゃあやってみましょう。これを映しながら下ろしていきましょう。下ろします。お、1540キロ、おお、1540キロって出ました、ね、最初の1640、もう100キロも軽い、100キロも軽いっすよこれ。おっしゃ、はい、今ですね、ちょっと図にしてみました。タイプ SP のノーマルカタログ値が1640キロなんですけど、それに対してですね、今は1541キロ、まあ、これはですね、ガソリンが半分ぐらいだったりっていう差はあると思うんですが、それにしてもね、100キロ変わってるっていうのはすごい大きいと思います。で、まあ、この状態だとノーマルのカタログ値もね、人の、重量って入ってないんで、人が乗ってない状態で、こっちが前後ろですね、右前が 440.5キロ、左前が467キロ、左後ろが 314.5キロ、右後ろが 318.5キロ、フロントが約 58.9%、 約 59% がフロントによってて、後ろが、まあ、その残りですね、 41.1% ということで、そう考えるとね、結構フロントヘビーなんですね。で、こういったのもこの数値で見ると、車のバランスとかも見れるんで、すごく勉強になりますよね。今ですね、車両重量で僕の体重が入ってないんですね。自分がドライバーのポジションにつくとどれだけ変わるかっていうのを、またちょっとやってみたいと思います。よし、じゃあ乗ってみますね。
1540キロがどれだけ変わるかと。よいしょ、乗り込んでみます。あれ、これすごいな。これ今までは数値がね結構ずれてたんですよ。え、これすごいな。今まではこのフロントの左右差ありましたよね。これがフロントに関してはほぼバッチリ揃ってる。474と473、これはびっくり。これね、結構面白い結果が出たんですね。人が乗った時ですね、ドライバーが僕約服込みで80キロでしたね。でこれ本当ね、ちょうど80キロぐらい、1620キロになったんですね。でこれによってどういう風になったかっていうと、左前が467キロ、右側が440キロだったんですけど、これが人が右前に乗ることによって、右前の方が少なかったわけですけど、これがぐっと両足に乗ることによって473キロずつにぴったりに分かれたんですよ。これすごい偶然っていうか素晴らしいですね。ってことは今この車庫長の状態が人が乗った、運転席に人が乗ったタイミングにぴったり合ってるという形になってます。こうやって数字に出ると本当に嬉しいですね。で後ろは若干の差はあるんですけど、そんなに大きな違いはないかなと。じゃあプラス思考で考えてます。でついでになんですけど、例えばこれ助手席に誰か乗った場合っていうのがどれだけ変化があるのかっていうのを、これも実験してみたいと思います。運転席一人で乗ってる時とはやっぱ助手席に乗せる時ではね、なんか雰囲気やっぱ違うなって、車両バランスにね差が出るのかっていうのもちょっとついでに試してみたいと思います。そう、そこで活躍してくれるのがここに置いてあるバッテリー君たち。これね、ヨーロピアンのバッテリーとかってえげつないぐらい重いんでこのバッテリーを使ってですね、僕の代わりになってもらいましょう。はい、なんとかですね数値通りになりました。ほとんど一緒の数値が出ました。でこれをどうやって出してるかっていうと、僕のですね座るポジションにバッテリーをいっぱい置きまして、で下にちょっと調整するために電動工具とかも置いてあります。僕がですね運転席に座ってる数字と同じ形になりました。僕と同じぐらいのサイズ重量の人が助手席に乗るとどんな結果になるのかっていうのもやってみたいと思います。よいしょ、重1620からちょうど80キロ弱増えるので1700キロになりました。いやー、そう結構ですね、興味深い結果が出ました。見てみましょう。一番最初、誰も乗ってない状態ですね、 58.91% フロント荷重の状態だったんですね。で、人が1人、僕が体重80キロの人が乗った時ってのが、ちょうど、車両重量が80キロ増えて、フロント荷重が運転席側にこう移ってですね、フロントがほとんど一緒、437キロずつフロントに荷重がかかって、後ろがちょっとずれたんですね。右側の方が重たくなったと。でそうするとですね、フロントの荷重が減るんですよね。 58.91% から 58.46% に。これちょっとマウスで説明しますけど、この運転席に人がグッと乗ることによってこう左右差がなくなるんですけども、この時にですね乗るポイントがやっぱこの前と違って中心部分になるんだ、だからだと思うんですよね。フロントの荷重が減るんですね、 58.46% で。さらに面白いのは、僕と同じ体重の人が助手席に乗った場合、ドスドスとこの車の中心部分に人が乗るってことで、そうすると80キロの荷重が増えるんですけども、そうするとさらにフロント荷重が減るんですね、 58.2%。 だそれだけこのかなり、もともとフロントヘビーだった車が人が乗ることによってちょっとこの重心が真ん中方向に動くと。で、さらにもう一人乗ることでちょっとバランスがね崩れちゃう、じゃあ普通崩れちゃうんですけども、運転席と助手席側に人が乗ることによってさらにこのフロントのヘビー感っていうのがちょっと和らぐと。少しずつ変えていくとこういろんな発見があってめちゃくちゃ面白いですね。
あの重量バランスって本当にこの車高をちょっと変えればこっちに動くっていう風だけじゃなくて、もう本当車のいろんな運動性能に関係してくるとっても面白いポイントだなと思って、今日は非常に勉強になった回でした。自分もね、 YouTube これやってなかったらここまでちゃんとあの比較対象しなかったと思うんで、いやこれね本当やっててよかったですし、あのいつもね見てくれてる人ありがとうございます。最近どんどんあのビュアーがこう伸びてきてチャンネル登録者数も増えてるんで本当嬉しい限りです。ありがとうございます。まあ、こんな感じでですね、これからもニュージーランド在住のドリフターってところを使ってですね、モータースポーツのイベントだとかこういう車のですね DIY 系のセットアップ、あとはまあドリフトのね、あの改造だとかをこれからもやっていきたいと思いますんで、ぜひいいね評価とですねチャンネル登録よろしくお願いします。あともしよければ、コメントとかねいただければ返せる範囲であの質問とか返していきたいと思うんで、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもー。